せーの、恋愛節。こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします。最後までお付き合いください。はい、今週は記念すべき40回目の放送です、はい、おめでとうございます。おめでとうございますまあなんかね、いろいろね、はい、あの恋愛作家の店長とか疑似恋愛の先生とかね、これ40回繰り返してるってこんなやったら意外にバカだなと思う。バカだな。あ、なんか単純にあ、こんなの40回繰り返してるんだ俺ら番組はっていうね、もうちょっと工夫あっていいんじゃねえかなってちょっと思ったんですけど、茶葉を40回やってるんだね。そうですそうです。で37回、はい、8回ぐらいからはい、あれでしょ、マスクつけ始めてからもう収録が取りにくいっていう環境でね一人だけなんかマスク文句言ってる人がいるけどね、マスク大嫌いだよ本当に。早くコロナどっか行けと思うんだけど、はい、で一応40回なんで、はい、ちょっとまあフリートークもちょっと やりたいなと思って、はい、店長が考えてきたのが、はい、最近今ちょっと流行ってる、巷でちょっと流行ってるんですかね、うん、突然占ってもいいですかっていう番組があるじゃないですか。流行ってますね。はいはい、はい。であれでですよ、うん、ちょっといろいろと見てて、はい、例えば今いい女性と付き合ってお付き合いしてて、うん、まあ結婚前提ですよ、うん、で付き合ってるとするじゃないですか、はい、で占い師、よく当たる占い師さんに見てもらって、はい、あなたは3ヶ月後にもっといい女性と出会います、うん、って言われた時に、うん、どうしますかっていうえ、これ以上もいい女性、まあ今の彼女よりかもいい女性が現れるよって、うん、突然ね、当たる占い師に言われた時、うん、どうすんだろうみたいなね。どうするって別にどうもしないんじゃない。どうもしない、うん、だ例えばなんかね、うん、じゃあもう籍入れようとかっていう話になってて、うん、でそれがまあ1週間後に籍入れようねってなってたタイミングでちょっと伸ばすとか3ヶ月後にもしかしたらね本当の人、この人が本当の人かもしれないさや、まあ、そればっかりはね分かんないんだけどまあそんなタイミングで占い師に、うん、じゃあね、これから先いい人が現れるよって言われた時に、うん、人間ってどうすんだろう、その人待つのかな、それとも今の人をそのまま大切にするのかなみたいなね、うん、もうちょっとふと思ったんですけど、まあ、答えがないあのお話なんで、はい、番組を紹介していきます。今めっちゃ考えてどうしゃべろうかなと思ったらもう時間がないんだよね。あんまね、あれでオープニング引っ張ってもね、はい、この番組が勝手にしゃべり出して4時半から5時までの30分番組です、はい、実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください。はい、ただしネタがなくなり次第ツイキャスを取り入れてメッセージは拾いません。なんて日 だ誰でしたっけ、今日お昼にあの飯食いながらあのバイキング見てたから小峠か、はい、ありがとうございますちょっと斬新でしたね。ちょっとびっくりしたんですけどいきなり大きい声よく出すから自分は大きい声出してるのにじゃあ俺の声は慣れてるぞ俺が走ってるから、俺がっていうか店長が走ってるからね。はい、番組の内容としてはリスナー参加型となっており、はい、恋がしたくなるコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思います、はい、でまあね、あのメールが来すぎてなんてそういう夢はもう見るのやめたんでメールアドレスは797@fmギノワン.com まで送ってちょうだい、はい、それでは CM です。ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかるギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。続いてはメインコーナー、恋の妄想。なんか違うな。はいはい、やっぱ今日おかしいんじゃない？おかしいな。はい。はい、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題とし、我々二人がお題に対して答えていきます、はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい、良かった点、悪かった点について議論し、恋愛
恋愛武士へ出世してもらうコーナーです。なんかやっぱおかしいな。ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。そうですか。誰があのこのトーンの感じを合わせるってね、いらんわ。はい、6月ですよ。もうね、はい、もう5月もなんか去っていったように早かったんですけど、うん、6月の月間プチコーナーなんですけど、はい、ちょっとねコロナで自粛自粛っていうな、そういうねなんかちょっと暗い話題も徐々に緩和されてきてるんで、うん、ちょっと明るい恋愛モードにしたいなと思って、うん、同棲したらやってみたいこととはっていうのを6月のちょっとテーマで、うん、でまあこれ今逃げ恥が再放送されているので、はいはい、ガッキーを好きになった店長がいろいろ考えていきたいなみたいなね。もうガッキー可愛いってよ。もうやばい、本当にあの画面越しに恋できるよ。大好きだね今ね。一番大好きです。はい、まあそんな感じなんですけど、はい、どっちから行きます？テンテから行きます？じゃあ先生行きますか。はいはい、一応嬉しいのっつったらやっぱり一人ではありえないことだから、うん、帰ってきてただいまっつってお帰りって言われるのはすごく新鮮だと思う。あ、うん、一人だったらないさね、うん、帰ってきてお話だな、うん、そうだね、はいはい、同じなんかい。似てる。かぶったんかい。似てる。なんか俺は逆に、うん、なんかもう朝ちょっと寝坊しちゃって、うん、でも早く行かなきゃっつって、うん、で急いで玄関の前に行ったら、うん、これ忘れてるよって言ってなんかカバン持ってきてくれるっていうの、 あの感じ、うん、そのまま、あ、今日やっぱ仕事休もうかなって思いそうだよね。はい、終わりです。ぶちコーナーもう別にそんな引っ張る必要ないから、はい、本題行きましょうね。収録前の方が喋ってましたね。今日もあのエンディングね、はい、はい、先週、うん、ちょっとエンディングはダメだったんで、はい、まあ、そこに向けてちょっとエンジンを上げている途中なんですね。はいはい、ちょっとダメだったんで先週楽しみに待っておきましょうね。改めて聞いてあダメだなと思って反省してるわけ。そうで動画見すぎてからずっとなんかそういう何だろう、そういう喋り方の人たちの動画見てて、なんか頭がおかしくなりそうだよ。いやいやこれを永遠と見続けるって何っていうね。はい、余談はもうこれ以上喋ってみないんで、はい、本題に戻りましょうね。今日テンションおかしいっすね。第2章恋の妄想、はい、誘惑と別れ編ですね。はい、まあ先週久しぶりに、うん、彼女が登場して、うん、でまあそのままちょっとね彼女が察してくれたような言葉を言ってもらって、うん、まあ、ちょっと別れる結末っていうね。はい、まあまあ2章クズなんで、でこの男は別にかわいそうなんて何とも思ってないはずなんでね。はい、クズだな。はい、で今週のお題なんですけど、恋愛あるあるですね。なんか恋愛でよくこういうパターンあるよねっていうあるあるのシチュエーションですね。はい、読んでいきましょうね。ちょっと先週のも少し盛り込みながら、はい、読んでいきます。はい、はい、彼女から突然会うのは今日で最後にしようと明るい表情で彼女に言われました。彼女の発言にびっくりして時間が止まったような気がした。我に返り彼女を見ると涙をため笑顔の彼女が僕を見つめていました。そんな彼女を見て僕は言いました。僕から言うべきなのに君に言わせてごめんね。今までありがとう、さようなら。これはまあ先生が言ったセリフですね。と言うと彼女はその人を幸せにしてあげてね、さようなら。その後溢れ出す涙をハンカチで抑えながら彼女は帰りました。本当にクズだね。はい、なんか日本昔話みたいに読みたいんだけどなかなか難しくてね。はい、僕はしばらくその場から動けず今までの思い出を意味もなく思い返しました。それから1ヶ月が過ぎました。彼女と別れた後はずっと自粛生活を過ごして彼女のこともあけみさんのことも考えないようにしていました。そんなある日ならないはずのメール音がした。メールの内容を確認するとあけみさんからでした。内容、突然のメールでびっくりさせてごめんね。ずっと連絡がないから元気かなと気になりました。あけみさんからのメールで今まで我慢していた気持ちが抑えきれなくなり僕は告白するためにお誘いのメールを打つことにしました。ではあなたはどのような口実であけみさんを誘い出しますか。また1ヶ月間も自粛していたのに女性となるとステイホームは解除ですかっていうね。はい、もうクズだからね。もうあれだよね、自粛のもうんぬんもないですよね。モラルもないんだね。はい、もう女のことならもうどこでも飛んでいきますよっていうね。まあそれが2章ですよ。はい、
ねえ、まあ一応ですね、ちょっとおさらいしていくと、はい、まあ明美さんの方から、うん、まあ、自分のことを嫌いになってほしいっていうお願いをされて、うん、はい、でまあ我々、まあ主人公となる我々の回答は、うん、一応どちらも、まあ、嫌いになりますよっていう風な表現をして、うん、で一応切ってるじゃないですか、完璧に一度さようならしてるんだよね、はいはい、もう会わないとこうねっていう、うんうん、で本来、まあ、ここで明美さんからのメールも、うん、ダメなんですけど本当は、まあ、これはイレギュラーな、うん、ちょっとずるいなって思うんだけど、でもそれに乗っかりたくなる男心も分からなくもないんで、クズだからね、はい、特にね。でなんかね、うん、まあそうやった中で一回は一線を引いた関係、うん、でそっからメールが入ってきたからって言って、うん、すぐじゃあ飲みに行こうっていうわけにはいかないじゃないですか、うん、だからどういった口実で、まあ、明美さんにああやって諦めてって言われた中でも、うん、またチャンスが訪れたからどういった口実でまた会う機会を作りますかっていうのが今回ので、まあメールで入ってきてるんで、はい、メールを打ち返した内容を我々が答えていくみたいな、うん、今回は、はい、だからヒロイン石坂さんに走ってもらう言葉は今回ないですね、うん、っていうような感じなんですけど、40回なんで、はい、ちょっとなんか手の込んだことしたいなと思ったんですよ、うん、でこの内容を持ってきたら、うん、意外に手の込んだ内容を書ききれないっていうね、うん、まさかの、うん、おいおい40回だぜって思ったんだけど、まあでも40回ね、あれだね、恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生ってやってきてるからね、はい、これぐらいいいんじゃないですかね。はい、じゃあ行きましょうね。誰から行く何の話今のじゃあ、はい、先生からいきますか。じゃあいきますか、はい、じゃあそのままなんかメールの文章を読んでもらうような感じで。そうですね、あけみさんのメールに対しての返信のメールですね。そうですね、はい、うん、はい、読みます、はい、あけみさんは元気でしたか？久しぶりに今度飲みに行きませんか？もちろん友達としてですよ、わらみたいな。あ、俺も友達としてですよっていう言葉はちょっと使おうかなと思ったんだけど、うん、これはあの明美さんが最後一応別れを切り出してるさね、うんうんうん、で多分がっつり、あ、なんていうのかな、がっつり真面目に誘ったら明美さんも行くよって言いにくいさね、うん、かなと思って一応まあ、うん、ちょっとフランクな感じで返した方がいいのかなと思いました。あ、じゃあ俺が逆に重たく感じるのか、なんだろうな、なんだろうな、いや、それはそれは分からないですよね。なんだろう、なんていうかな、俺も友達を持ってこようと思ったんだけど、うん、でも友達を持ってくるとまだ読んでないから言い訳しなくてもない。あ、そうだな、ごめんごめん、じゃあ先に読もうな。なんかな、言われたらなんか俺の文章を全部今否定されたような感じがする、ね、これそう思っただけで、まあ、そう思ったっていうね、違う目線でもしかしたらおおってなるかもしれない、多分思うのちょっと重たいな。はい、はい、前行きましょうね。はい、はい、じゃあ店長考えた、はい、メールの返信の内容なんですけど、はい、お久しぶりです。自分も明美さんのことを考えていたのでタイミングの良さに驚きました。今明美さんに会いたくなりました。会いたいですって締めたんですけど、ちょっとやっぱ重たいな、確かに思ったんだよ。でもなんであえて最後ろの方に会いたくなりました、会いたいです、まあ会いたいっていう言葉をあえて2回持ってきて強調してるんだけど、でなんていうかな、一応ちゃんとなんていうかな、告白しようって思ってるから、うん、だからね、うん、だから一応はある程度ちょっとニュアンス的なものは相手に伝えておかないといけないみたいな意味で、別に好きとかそういうのではないけど、まあ、タイミングが良かったからそれを口実に会いたくなりました、うん、で会いたいですっていう風な流れをちょっと作ったイメージなんだけど、俺もそういう感じで入れようかなと思ったんだけど、うん、やっぱ確かに、うん、あんなでもうバッサリ明美さんから切ってるから、ちょっと相手のためにはちょっとフランクな感じで、友達として飲みに行きませんかぐらいな感じがいいのかなって思って誘うのは。だよな、うん、うん、なんかだからタイトルは気持ちを隠してのメール、うん、タイトルないよ俺。バー行くぞ。あれですね、2章ですね。じゃあ、うん、とりあえずはヒロイン石坂さんに評価してもらって、うん、まあ、ちょっとその後の感想を喋りましょうか。まあ、4分もあるんだよね。明美さんの今の立場からどっちだったら行ってもいいかなっていうような、うん、だからね、なんかこの状態から誘いをなんか切り出すなんか口実っていうの、うん、そういうのってちょっと意外に誘うなんか探しにくいのかな。よかったんじゃない、あのはっきりしてるフランクとちょっと気持ちを入れてるような感じっていうのと、うん、
なんかね友達として飲みに行こうっつってね、うん、で飲みに行ってからいきなり高校生だから俺も思ったんだよ、思ったけどでこれこそあるんだよね、うん、なんて日だよね あけびさんからしたらなんて日なんだよあれ友達じゃなかったみたいなだからさなんかそこら辺あるからな、まあ、なんかちょっとニュアンスを入れないといけないかなみたいなね、そう思ったんですけど、はい、とりあえず大丈夫です伊坂さん、はい、一応なんかジャッジしてもらいたいんですけど変な形で、はい、じゃあドラムロールいきましょうか。はい、あすいません自分が大丈夫じゃないな、ちょっと待ってください大丈夫、はい、ドラムロール鳴らします。はい、お願いします。あけみさん目線で考えて、はい、店長。おお、これは選んだ。これはあの本当にあけみさん目線、あの私が考えるあけみさん目線。はい、ああ、で選ぶと、はい、単純にやっぱり気持ちが嬉しい。多分あのこの突然のメール送って、うん、はい、ずっと連絡がないから元気かなっていうのを送ってる時点で、はい、まずあけみさんはまだ気持ちが残ってると思うんですよ。はい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 。でその時に、はい、なんかあの飲みに行きましょう、もちろん友達とですよ、笑って言われたらなんかちょっとあそういうことかなんかちょっと、うん、それよりはもうダイレクトに言われた方が、自分も会いたいですっていうの、うん、でもなんか、うん、まあ、一応思いっちゃ思いですけど、で逆に自分はあのあけみさんに気遣ってなんか軽い方がいいかなと思ったんですよ、はい、うん、なんかその方が来やすいっていうか、まあな、うん、誘い出す、来やすいっていうのかな、はい、あけみさんも一応自分で切ってるさね、うん、自分から一応切り出して別れた感じになってるからと思ったんですけど、うん、一応今の説明石坂さんの話聞くと、うんうん、確かになと思って、納得だね、確かになんかこの友達としてですよもちろんっていうのがなんか回りくどい感じ逆にいらないですね、なんだろうな、うん、この回をずっと進めていくと、うん、多分あの我々ヒロイン石坂さんの感じをどんどん掴めていけるはずね、うん、違うな、どんどんどつぼにはまっていくのかなまあどっちでもいいやですよね、確かになんかあのあれですよね、気がない人にわざわざ久しぶりにっていうメールはしないんですよ、そこまで考えきれなかったな、はい、うん、でもなんか男性からすると女性はそこら辺はちょっとうまく使い分けていそうっていうか、うん、なんだろう、まあ、男の人は単純に惚れてしまったら、まあ、なんていうんですかね、一直線なんであれなんですけど、女性の場合は多分惚れてもちょっと男よりかは視野が広いと思うんですよ、うん、だから、はい、なんだろう、この展開でいくと今たまたまちょっと気になる人もいなくて、はい、でも少し寂しいなっていう状態で、うん、はい、パッて思い浮かんだのがこのダメ男だったんですね、うんうんうん、でそれに対してちょっと会話がしたいなっていう意味でメールを送った、はい、だから女のなんかこういうなんていうんですかね、ちょっとずるいなっていう軽い気持ちのノリが今回のメールみたいなのなのかなって思ったんですけど、はい、でも石坂さんの話聞くと、うん、まあ、そもそもなんて言うんだろう、そうですよ、気がなかったら、まあ、行為がないとやらないよねっていう、はい、そう、なんか女性的に一応私もその今店長が話したこの何ですか、うん、そこまで、まあ、他の視野も広いけど、はいはいはい、ちょっとなんとなく頭に浮かんだから連絡してみようかなっていうのは、うん、はい、ある、もちろん分かる、めっちゃ分かるんですけど、やっぱありますよね、はい、うん、それはめっちゃ分かります、多分一応それだと思うんですけど、はい、なんかその中でもやっぱ連絡するってっていうのには何かしら意味があるというか、ああそうなんすか、あその中でもちゃんとあなったね、勉強がありますね、意味があるんだ、今までただ振り回されてるだけかなと思ってた、じゃあなんか過去を遡るとそういうなんかあるあるのメールのシチュエーションって何かしらのサインではあったんだはず だね、そのサインを取りく何だった、うん、ちゃんと受け止めきれなかったのかな、ちょっとこの気持ちが寂しくてなんとなくメールしたとしても、はい、この寂しさを紛らわすために連絡してるじゃないですか、はいはいはい、だから何かしらやっぱ気はあるから、そこでなんか、うん、まだまだですな、なのかな、ちょっと言い方悪いけど、はい、ちょっとしたなんかなんだろう、あの、うん、こっちからすると少しの間の時間つぶしっていう、うんうん、だからねっていう意味、うん、イメージがあるから、そういう感じなのかなと思ったけど、なんかそれに乗っかってしまって、うん、でまたせっかくなんて言うんだろう、吹っ切れた状態から、うん、またハマっていって、うん、でまたなんか中途半端に、うん、
なんか思いだけ入れて、あごめんねって言われるんだったら、あもう行くのめんどくせえなって思うさね。だからなんかちょっとこれずるいなっていうのを今回シチュエーションで持ってきたんですけど、女性のちょっとずるいところだかもしれないですね。ですよね。ちょっとずるいなっていう。だから恋愛あるある、まあ男性目線なんですけどね、多分男性はこういった似たようなシチュエーション結構あるんじゃないかなと思うけど、気まぐれでも全く興味がない人にはまずしないってことですよね、はい、女性はと思います。少なくとも、うん、いっぱい振り回されてきたね。なんかそれがあったからこそ今こんねってマイクの前でこんねってわちゃ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 喋ってるはずだから、けどまだ分かってなかったね。まあまだ分かってないけどね。そうだね。でも一応感謝してるよ、今までなんだろうな、なんかいろいろなんていうかな、やってきたその人のためにやってきた女性たちっていうのは、一人一人一応感謝もしてますけどね、まあなんか終わった最初らへんは、なんかクソだったなとかって思う瞬間ももちろんありますよ。ありますけど、正直言って、正直言って、でもなんかね、後々ね全部ひっくるめていい思い出になってるし、その人がいたから今の自分がいるみたいなところもあるからね。なんかね、落ち着いた時ね、やっぱ勉強させてもらったなみたいな感じあるよね。そうそうそう、なんか成長させてもらってるなみたいなね、そういうのはいろいろありますよね、はいはい。どんなですか、もう何の話だったっけ、いいか、なんか意味わからない話になってからあれだよね。12分、あと4分ですか、4分か、どうしようかな。でも来週のお題決めてないんで、なんかある、なんか喋りたい、いきますか、新キャラ。あのよ、新キャラよ、そんなに引っ張れるほどよ。あ、そうなの、 新キャラじゃない、あ一撃引っ張られるの、だからなんかよ、ちょっと頭がおかしくなりそうなんだよ、そっち、そういうなんかのなんていう動画ばっか見てるから、なんかだん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 なんか汚染されているって感じ、綺麗になるんじゃなくて汚染されてるような感じ。おしまいには恋人ってるんじゃない。なんか気持ち悪いっすよね、そういうの。なんかちょっと短時間でいいんだけど、最後の締まりだけをちょっともうちょっと工夫できればなと思って今それに挑戦してるんだよね。うんって言われてもな。あの金魚泳がしっぱなしじゃダメだよ、ちゃんと拾わないと。はい、あとじゃあどうしようか、ね、タマパ楽しかったよ。そう、反省分、あと5皆さんすいません、ダメだ反省分。そうだよ、来てなかったよ、そういえばちょっと発熱してしまって、あの状況でちょっと外出はちょっとまずいかなと思いまして。小原さんが先生お休みって淡々と言ってたんだ。先生はお休みって言って、なんだろうなと思って、なんか学校の出欠確認みたいな。なのに先生って言われてるって、ね。ちょっとツイキャスでも参加しようかなって思ったんだけど、あの薬飲んだせいかそのまま寝落ちしてました。で今日やったのあるみたいですよ、はい、YouTube であの番組を聞いたらしいんで、はい、ちゃんと聞きました、あ本人が、はい、あなんかよかったっすね、あれちゃんと喋ってましたね。あの2人揃わない方がちゃんとあの恋愛節はまともに喋るんじゃないですか。そうですね。あれなんかこの方が聞きやすいなと思ったけど。そういう部分あるよね。楽しかったです、はい、いいですかね、あと2分ぐらいですか、はい、石坂さん、はい、あ大丈夫です、じゃああと2分なんで、エンディング入りましょうね、はい、はい、エンディング、来週の恋の妄想なんですけど、はい、何も考えてないです、もう最近もあの答えた内容を選んでもらったやつでどん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 進めていくっていう感じなんで、そろそろ終盤ですよね、終盤ですね、第2章は、はいはい、で、まあ、この妄想の中では、はい、コロナがもうそろそろ収まるようなシチュエーションに持っていこうかなみたいなね。あ、これリアルタイムとリンクしてるんだ、うん、リンクさせたいなと思った。リンクできないでしょ、全然知らんかった。じゃあ、来週は来週の、ね、それまでにちゃんと考えますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はいはい、で、じゃあ行きましょうか、はい、ちょっとな、俺をまだなんかあるんだよね、できないんだよね。まあいいや、はいはい、いいよいいよ、はいはい、準備 OK？ あ、OKOKOK。じゃあ今週の店長おねえ。よろしくお願いします。やっほー、なんか普通だな。なんかよ、動画見すぎてよ、ちょっとおかしいんだよな。はい、はい、おねえです。はい、この番組全然期待されてないから勝手に乱入していきます。来週普通やないかい。
だからよ、なんかできないんだよ。おねえの語尾ってなんか一気に熱くなった。おねえの語尾ってなんだろうな。ないんだよな、語尾がな。でもなんかニュアンスだけね。また来週まで研究しないといけないね。やらんといけんな。とりあえず続けるわ。続ける。一応なんかね、でもおねえじゃないとよ、このあれがダメなんだよ。もう終わるぜ。終わる30秒、うん、じゃあ来週まであれだね、もう一回あれだね、やり直しがあるだな。せっかく俺ある曲のあのいろいろ考えてきたのにな。ちょっと声張った普通の店長だった。そうだね、頑張ります。来週も聞いてね。聞いてね。